トゥクメはペルー北部ララヤ山の麓の平野を流れるレチェ川の南に位置する町の名前であり、またその町からちょうど1キロメートル東へ行ったところにあるプレインカの遺跡群の名称でもある。本校では校舎のトゥクメ遺跡について記述する。その面積は540エーカー以上で26の大きなピラミッドや墓がある。この地域は 地元の人々によって、煉獄の地とされている。地元のシャーマンは、彼らの儀式の中で、特命遺跡やららヤさんの聖なる力を呼び起こして、信仰療法を行っている。そのため、地元の人々はこの土地に対して、威風の念を抱いている。シャーマン以外で夜にこの土地にあえて足を踏み入れようと、する者は、ほとんどいない。特命の広大な平野は、ランバ乱エケ県にあり、 ペルー、北海岸地域における最も大きい渓谷である。ランバイエケ渓谷には、自然及び人工的に作られた水路があり、約250もの崩壊した肥防シレンガのピラミッドがある。地元には、トゥクメのピラミッドは、ネイランプという海から来た英雄が作ったという神話が伝わる。海から来たネイランプは、ランバイエケ平野に隆起するラヤ山の麓に住んでいた。 民と共に力を合わせて、町を建設し、ピラミッドを作ったとされる。トゥクメの遺跡群に対する最初の考古学的調査は、トールヘーエルダールがこの地にやってきた時に行われた。ヘーエルダールは調査プロジェクトを指揮し、遺跡群の中で最も重要と考えられて、和歌一と番号が付けられた和歌の隣に博物館を建てて調査結果をまとめた。 1970年代から始まる考古学的調査の結果、この遺跡は、士官文化、事務王国、インカ帝国における巨大な宗教センターであったと考えられるようになった。焼き固めていない日干しレンガは雨に弱く、エルニーニョ現象がもたらした豪雨により数多くの和歌軍が崩壊し、遺跡になったと考えられている。ありがとうございます。